ヨゼフです。基礎レベル数学、と称して、数学の基本的な内容について、説明します。では、始まり。はい、今回はですね、確率の問題の中でも、まあ、基本的な問題について説明したいと思います。で、題材はですね、まあ、サイコロの問題その2なんですけども、1998年のセンター試験の数学の問題、まあ、追試だったんですが、その問題を少し見ていきたいと思います。で、サイコロを投げて出た目の数だけ数直線上動く点 P がある。サイコロを投げて出た目の数だけ動くんですね。で、P は負の数の点にあるときは右に、正の数の点にあるときは左に動くものとする。また、P ははじめ、マイナス5の点にあり、原点または5の点に止まったらそれ以上サイコロを投げることはできないものとする。という日本語をまず、必ず 100% 理解していただいて。で、問題なんですが、小問が3つあります。カッコ1。サイコロを2回投げることができて、2回投げることができるということは、最小、5の目が出ないというんですね。5の目が出てしまったら原点に止まってしまいますから、もうそれで終了になってしまいます。少なくとも1回目は5が出ない。で、サイコロを2回投げることができて、2回目に、P が5の点に止まる確率。これは具体的にどんな目が出たら、2回目に P が5の点に止まるかを考えさせる、そういう問題ですね。カッコ2。サイコロを2回投げることができて、まあ、これも最初の目は5じゃないって意味ですね。2回目に P が原点に止まる確率。これもどのような目が出たら、ちょうど2回目に原点に止まるかをあらかじめ考えておいて、確率の計算に入ると。そういう問題です。カッコ3。サイコロを3回投げることができて、3回目に P が原点に止まる確率。これ少し、複雑になってますが、まあ、基本的には同じように、どの目とどの目とどの目が出たら、3回目に P が原点に止まるのかというのをあらかじめ考えておいて、確率の計算をする、そういう問題です。さて、いきなりですが、ちょっと解説、回答を見ていきますね。カッコ1、サイコロを2回投げて2回目に P が5の点に止まるためには、2回連続して右に移動する必要があります。マイナス5からスタートしてますからね。2回サイコロを振って、サイコロの目が10じゃないといけない。目の輪が10。ただし、最初に原点に止まったり、原点を通り越して、プラスの方に行ってしまうと、ダメなんですよね。原点に止まったらそれでもサイコロ振るのは終了だし、原点越して行ってしまうと、次は、逆戻りすることになりますから。ということを考えると、サイコロの目で、ね、具体的に考えると、1回目、原点の手前まで行く、4ですよね。で、2回目、6。サイコロの目って1から6までしかありませんから、最初3が出てしまったら、1とか2とか3だったら、次、もう6出したところで、5の点まで届きませんので、1回目が4で、2回目が6。この一通りだけです。サイコロの目で考えると。で、サイコロを2回投げた時の目の出方は、それ 6×6 で36通りですよね。従って、求める確率は36分の1。なんかちょっと騙されたような。それが本当にセンター試験の問題なんですかというような、簡単な問題なんですが。まあ、一つできたことにしていただいて。次。カッコ2の問題。サイコロを2回投げて、2回目に P が原点に止まるのは、こうやって、実は2種類ありまして、2回連続して右に移動する場合と、1回目に右に移動して、原点越してしまうって言うんですね。で、2回目に左に戻ってきて移動する場合との2つあるんです。これサイコロの目で考えますと、1回目は1。で、残り4で原点に到着。1回目に、残り3で原点に到着。1回目3、残り2で原点に到着。1回目4、残り1で原点に、到着と、最後の6、1のところは1回目で原点を通り越して、1の目盛りのところまで行って、次はプラスの数に止まってる点 P ですから、次の目の数だけ元に戻るんですね。左の方に動きますから。6出して1の5通りですね。もうこれ詳しく書くとも、たくさん書くことになっちゃうので、もう1回目と2回目に出るサイコロの目を実際に書いてみて、この5通りでおしまい。で、サイコロを2回投げた時の目の出方は全部で36通りなので、求める確率は36分の5ですよね。そこにもちろんもう詳しく書きませんでしたけど、1回目に5が出てしまったら即終了ですから、サイコロを2回投げること自体ができませんから、それは入っていません。当たり前ですが。はい。サイコロを2回投げて、2回投げることができて、で、原点。2回投げないと意味ありませんのでね。ですから、5を出してしまったら原点には到着するんですけど、即終了で、問題文のサイコロを2回投げることができてに当てはまらない。で、もちろんそれは計算の中に入れてはいけない。まあ当たり前なんですが、いかがでしょう。はい。続いて、カッコ3の問題です。元の問題は、サイコロを3回投げることができて、3回目に P が原点に止まる確率を求めさせる問題です。それで、サイコロを3回投げて3回目に P が原点に止まるっていう場合ですね。3つの場合に分けて考える必要があります。で、場合分けその1。3回連続して右に移動する場合。つまり一度も、原点を超えることなく、小刻みに右方向に進んで、3回目に原点にたどり着くという意味ですね。サイコロの目で考えると、113、122、131、212、221、311の6通りです。この6通りを書くときですね、自分の中でちょっとした規則を決めるんですね。113、122、131、最初1回目1のとき、2回目が1はの場合、2回目に、2回目3点順番に書きます。1回目が2の場合も、212、221。で、3回目はね、ついつまが合うように決めるんです。で、311で。この順序で書くと、数え落としが少なくなると思います。ぜひ、自分で、規則正しく、数え上げてください。まあ、以上6通りありました。場合分けその2。2回連続して右に移動して、これ原点を一旦越します。で、3回目に左に移動して、原点に戻ってくる。サイコロの目で考えると、これたくさんありました。
151162241253331342353634243454、いかがです？大丈夫でしょうか？1回目と2回目を足して3回目を引いたら5になるっていう、そういう3つの数の組み合わせで、しかも2回目を振った段階で原点に止まってはいけないんですよ。ということで13通りありました。ぜひ自分でこれを13通り作ってほしいんですね。さて、場合分けその3。1回目に右に移動してもいきなり原点を通り越します。2回目に左に移動して再び原点を通り越して、3回目に右に移動して原点にたどり着く場合。サイコロの目で考えると、これ1回目はね、6しかないんですね。原点通り越さないといけないから。2回目はですね、もう一度原点を通り越して3回目でちょうど原点ですよ。だ621632643654665の5通りです。で、以上、場合分けその1、その2、その3より、何通りあるかというと、6プラス13プラス5で24通りあります。で、サイコロを3回投げた時の目の出方は、6の3乗、つまり 6×6×6 で216通りですよね。したがって求める確率は全体の216通りのうち、ちょうど条件に当てはまる24通り、約分して9分の1ですね。で、まあ、ちょっと注意として、ひたすら調べるだけの問題でした。で、しかも、これがね、確率と。確率というと、なんか、特殊な、法則を覚えておいて、それに当てはめて計算しておしまいっていう風な感覚で考えてる人いますけど、実際のセンター試験の問題は、ひたすら調べなさいっていう問題結構出ていますね。いかがでしょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。